られますか。カイドウのおっさん、いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。女はどこだ。この上から回り込めるらしいっす。おい、お前らグレンカイだろ。あれ、お前あの医者のところにいた。悪いが、お前らを先に行かせるわけにはいかねえんだよ。ぶっ飛ばして、取れ取れ。喧嘩売れっつーの。何の匂いだ。
あ？なんだてめえ。こっから先は通行止めだ。やらせてもらうぜ。うりゃ、死んどれ。だらしい。こっからじゃどうなってるか分からねえ。てめえ邪魔で解き上がれ。それはこっちのセリフだ。ぶっ飛ばしてやるよ。来たまれ。話しなさい。他の奴らはどこにいるの？知らねえんだ。俺はもうグレン界の連中とは手を切ってたんだ。今日はたまたま顔を出してただけで。嘘をつくな。貴様、応援はまだか。早くしねえと西村さんまでやられちまう。ミキコ、マサハルさん、なぜだ、ミキコ。こいつらが殺したからよ。こいつらがお父さんとお母さんを、真帆を焼き殺したのよ。
だがあれは真帆ちゃんのストーカーの仕業だって。そんなのはでっち上げよ。全部こいつらがやったの。なんだと。あ、足だけさ。てめえ死ねえ。ああ、起きた。そうだ、ミッコは昨日の事件はどうなった？警備会社のオーナー足崎という男が屋上で撃ち殺されていたそうです。オフィスが燃えてたみたいだが、火を放ったのも同一犯か？さあ、詳しいことは何も。そうか。それともう一人、昨晩足崎の元を訪れていた西村という男性が今朝路地裏で殺害されているところを発見されたそうです。こいつらが殺したからよ。こいつらがお父さんとお母さんを真帆焼き殺したのよ。そういえば海藤のおっさん、さっき警察が来てたぜ。後で事情聴取したいから目覚ましたら連絡してくれって。ちっ、めんどくせえな。あ、だだだだだだ。銃弾は肩をかすめただけで大事ないそうです。奇跡的に骨折もないそうで。医者が頑丈だってびっくりしてたぜ。屋上から大人一人抱えて落っこちて平気とかどうかしてるって。ふん。だったらこうしてる必要もねえな。海藤さん、のんきに入院してる場合じゃねえ。ミキコを追う。警察が来たら厄介だしな。俺も手伝うぜ。ああ、海藤さん、でしたらこちらを。これは？カムロ町でこれまで殺害された4人の被害者のデータです。昨晩のうちに調べてまとめておきました。おお、助かるぜ。調べてみたところ、被害者たちは少なくとも表向き堅気の人間だったようです。ただネットの情報によると悪い噂のあった被害者もいたようで、どうも実態のわからないきな臭い人間が多いです。ハングレってのはヤクザと違って組って縛りがねえ。抜けるのも入るのも自由。それこそ大学のサークル感覚だな。昨日あんたの家を襲った青い髪のやつが言ってたように、今は連中足を洗って堅気として過ごしてたんだろうさ。なるほど。それと被害者の中には過去に地下格闘技大会などに出場した経験のある手だれの男もいたようです。にもかかわらず犯人は被害者をねじ伏せ尋問さえした形跡があったとのことで。
ミキコは昔から護身術の心得はかなりあったが、結婚した後も趣味でジムとかキックボクシングとかいろいろ通ってたよ。母ちゃん強かったし、多分男が相手でも怠慢なら負けねえと思うぜ。そうかよ。それで次はどうするんだ？そうだな、とりあえず現場を調べるか。現場というと？昨夜殺しのあったビルだよ。何か手がかりがつかめるかもしれねえ。なるほど。ですが昨日の今日です。警察が入れてくれますか？許可取るつもりなんて最初からねえさ。忍び込む。そうですか。なんかすごいですね。それじゃ俺たちは行くんで、警察への言い訳は頼んだぞ。ええ、ミキコさんをよろしくお願いします。彼女を止めてあげてください。ジュン、それにカイトさん、なぜ？ゲー、いやこれはその深い事情があってな。貞本さんこそどうしてここに？いえ、警察の知人から連絡があって、ジュンらしき少年がここにいると。そうか。ジュン、お前何をやってるんだ。一人で何日もほっつき歩いて。うるせえよ。俺は帰るつもりなんてねえからな。あ、ジュン。まったく、あの子は。あの貞本さん、ちょっと話せるか？ジュンのことと、それとミキコのことだ。え、ミキコも？結論から言う、あんたの奥さんミキコは生きてる。生きてる？ミキコは どこにいるんですか？無事なんですか？ああ、無事といえば無事だ。だが相当厄介なことになってる。厄介なこと？そんなことになっていたなんて。まさかミキコが殺人なんて。ミキコは言っていた。真帆ちゃんや両親を焼き殺したのはグレン会の連中だって。にわかには信じがたいです。あの事件は真帆ちゃんのストーカーによる仕業だとずっと思っていましたから。あのカイトさん、ミキコはストーカーのこともグレン会のでっち上げだって言ってたんですよね？そうらしい。ストーカー野郎は放火の濡れ衣着せられて殺されたのかもしれねえな。貞本さん、何でもいい。今回のことについて何か心当たりないか？今はとにかく情報が欲しい。まさか。ん？どうした？実は放火事件の以前からミキコの実家はとある不動産ブローカーに土地の売却を提案されていたそうなんです。確か外資が大規模な商業施設の開発を検討しているとかで、話がまとまればかなりの額で売却できるとか、そんな話だったかと。ミキコの両親はそんな誘いを一蹴したと聞きます。真帆ちゃんのストーカーによる放火事件はそんな時に起きました。そうか、その放火事件の裏にグレン会がいたってことだな。立ち退きに応じないミキコの両親を脅すために。あるいは最初から殺害するつもりだったのかもしれません。ミキコのご両親や真帆ちゃんが亡くなった後、あの土地は遠い親戚が相続したのですが、いわゆる事故物件扱いになってしまったので扱いに困り、結局ブローカーを通して売却されたそうなのです。
そしてその事実をミキコは知ってしまい殺されかけた。筋は通るな。だとしたらミキコの気持ちはわかります。私だってそいつらが犯人なら殺してやりたい。たかだか金なんかのためにあまりにもひどすぎます。それと貞本さん、そのあんたに会ったら聞いておきたいことがあったんだ。純の本当の父親のことだ。純が言っていたんでしょう、あなたが本当の父親かもしれないって。わかるのか。以前純と言い争いになった時にあいつがそんなことを言ってましたからね。そうだったのか。純は私の息子です、間違いありません。まあそうだよな。純自身本当は分かっていると思いますよ、そんなのは自分の幻想だって。あの子はもう14ですからね。分かってる？そうなのか？ええ、純はそう思い込みたいだけなんです。確かあれは小学校の頃だったと思います。純のやつその頃からミキコの日記をこっそり読んでいたようで、ずっと憧れていたようですよ、ヤクザのヒーロー海藤さんに。うん、本人からも聞いたよ。私は純が小さい頃から仕事が忙しく、ほとんど構ってやれませんでした。仕事でイライラしていた時は構ってほしくて無邪気に近づいてきた純を邪険に扱ってしまったこともあったと思います。だからミキコがヒーローのように書いたあなたのことを本当の父親じゃないかって信じたくなる気持ちはわかるんです。だから純にはもう少しその幻想を信じさせてあげておいてもいいと思います。実の父親としては情けない話ですが。あ、まずい、取引先からの連絡が。貞本さん、純のことは俺が探しておく、責任を持って家に帰らせるが、あんたももう少し純と話をして。失礼。はい、貞本です。ええ、例の仕事の件ではお世話になりました。ちなみに謝礼は払いますんでご心配なく。ええ、大丈夫です、ちょっとトラブルで。見ただろ、ああいうやつなんだ、結局仕事が最優先。忙しいんだろ、そう言うね。さて、クソ親父もいなくなったことだし、調査続行と行こうぜ、カイトのおっさん。ああ、確か現場は天下一通り裏だったな。まだ警察がいるかもしれないんだろ。ま、そん時はそん時で。行くぞ。おお、行くのか。
っちだな。ダメだ、こっちにも警察が。どうすんだよ。仕方ねえ、こっそり忍び込むか。ジュン、お前はここで待ってろ。もしバートーの連中が来たら、近くの警官に向かって叫べば連中も逃げてくだろう。ああ、分かった。
お？こりゃあ、これか。
てと。こいつらどこかで見覚えが。大手。え？そんなはずは。本当だ。弱えな。署内の大会で優勝したって言うから期待したのに。参ったな。将棋クラブとか入ってんの？別に教わったわけじゃないし。ま、生まれ持った才能ってやつだね。おい。あ、カイトのおっさん。何やってんだ？暇だったからおまわりさんと将棋してたんだ。行くぞ。手がかりが手に入った。行くってどこに？次の調査だよ。おお、わかった。なんでしょ。お前パソコンとか詳しいよな。燃えちまったハードディスクのデータを確認したいんだが、できるか？状態によりますが不可能ではありませんね。お、なら頼んでいいか。できれば急ぎで。お安いご用です。怪盗さん、
今度はどんな事件に首を突っ込んでるのですか。ああそうだな、一応お前には話しておくか。他にも調べてもらいたいこともあるし、実はな、なるほど、半グレ愚連会に夏目家の放火事件ですか。なかなか興味深いですな。海藤さん、例のハードディスク、高速バイク便をそちらに向かわせますので、すぐに送っていただけますか。届き次第解析してみましょう。おう、わかった。頼むぜ。それじゃ張り込みに行くか。お前の母ちゃんが現れるかもしれねえ。張り込みって刑事ドラマとかで見たことあるけど、すげえ退屈なんだろ。嫌なら事務所で待ってたっていいんだぜ。いや、俺も行く。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なあ、俺たち旗から見たら変じゃねえか。そうか、野球の試合帰りの親子にしか見えねえだろうか。うん、そうかな。お、あいつは今出勤したところみたいだな。なあ、本当に母ちゃん来るのか。わからん、だが可能性はある。ミキコが次に剣持ちを狙ってるんだよな。それじゃあしばらくの辛抱だな。火貸してくれよ。ん？同じだな、タバコの銘柄。言ったろ、
未成年だろうが。やめとけ。チェ。さて、ちょっと場所変えるか。なんでだ。同じ場所でずっと張ってたら怪しまれるだろ。それと服装も変えるぞ。よし、つけてみよう。確かここに気のせいか。この前話しとったジジイがおるやろ。立ち退き拒否しとる一人暮らしの頑固じいや。うんうん、どうなったの。孫みたいに可愛がっとる犬ころがおんねん。あれさらってやったわ。かわいそうだよ。でな、じいさんにホットドッグ届けてやってね。それじいさんに食わして
犬の肉や言うたらゲロ吐いてめっちゃビビっとった。シューちゃん、冗談の趣味悪いってば。その犬生きてるんだよね。ああ、犬は西尾が可愛がっとるわ。よう懐いとる。じいさんが言うこと聞いたら返してやるつもりや。確かここに気のせいか。この前話しとったジジイがおるやろ。ま、そう。西尾がな、毎晩合コンやっとんねん。
あいつ女が欲しくて必死やな。かっこ悪いわ。メンズエステとかすごく言ってる子だよね。せや、男磨けば女の方からやってくるもんやが、あいつは中身があかんねん。心が汚いねん。エステで顔磨く前に心磨かなあかんわ。今度グレンカイで竹にでも打たれに行くのもええかもしれんな。でも心が綺麗になったらハングレとかやってられないんじゃない？何言うとんねん。俺らは汚いことなんか何もしとらんで。